おいっす、こんにちは、東大生実況者しゅんです。今回はですね、ドラゴンクエストタクトのミネアのですね、ビジュアルが明らかになったので、まあそちらの考察していこうかなというふうに思っております。それでは早速やっていきましょう。で、まずまあビジュアルはこんな感じで、ミネア、まあ占いはいかがですか。10ゴールドであなたの未来を見せて差し上げましょうと。で、まあこのゲーム大体ですね、まあなんかビジュアル見たらなんとなくの使う属性とか、まあどういう効果かってわかるようになってるんですけど、まあ今回ミネアはですね、まあ宇宙みたいな、まあ背景になってて、まあ全く持って何が何だかわからないっていう状態なんですけれども、まあただですね、これタロットがですね5つありますと5つ見えているということで、まあこれがミネアの能力とか、まあ、あるいは使う特技ってのをまあ表してるんじゃねって思うのが普通かなというふうには思いますね。はい。で、これね、まあ、現実に対応するようになっていて、まあ、具体的に言うと、これが愚者のタロットで、で、力のタロット、で、運命の輪のタロット、悪魔のタロット、で、月のタロットですね、の5つになっておりますと。一応ね、ドラクエにはこういう商品がありまして、まあ、僕もライバルズやってなかったら知らなかったんだけど、まあ、ドラテンとかライバルズでは、ま、割かしメジャー、まあ、メジャーでもないのかな。まあ、まあ、使われているような、まあ、一応タロットというふうになっておりますと。ねえ、まあ、タロットって、まあ、ちょっとわかんない人いると思うんで、まあ、なんとなく言っとくと、まあ、まあ、こうなんか引いたら、まあ、例えば、愚者っていうのが引いたら、まあ、そのなんかこういうことが起こるよみたいな感じなんだけど、まあ、そういうなんか正位置と逆位置っていうのがあって、まあ、愚者ってこう書いてあるじゃないですか。それが、まあ、こうやってちゃんと読めるようになってたら、まあ、正位置で、で、逆転してたら逆位置だよね、確か。まあ、あんまり僕も詳しくないんで、まあ、曖昧の記憶で適当に話してんだけど、はい。で、まあ、それぞれにまあ意味があって、まあ、要するに正位置と逆位置は大体真逆の意味なんすかね。多分そういうふうに、まあ、僕は認識しているという状態です。はい。まあ、僕もライバルズとかドラテンでしか知らないので、その程度。の知識ですけれども、まあ、ただ特徴というか、まあ、愚者とあとは月かな、月と運命の輪と、あと一つなんていうか悪魔と、あと一つなんだ、力か、力ってことで、まあ、考察というか、まあ、使える特技っていうのはなんとなく想像つきますよね。はい。まあ、一つ目見ていきましょう。まず運命の輪のタロットですかね。まあ、これがね、唯一というか結構わかりづらいですね。まあ、正位置で運命を表すとかそんな、まあ、まんまだったんですけど、ですね、まあ、占いがね、これね、運ゲーの可能性ってのもね、結構あるんですよね。要するに、正位置と、逆位置で、まあ、二つの能力があって、まあ、それを 50% でどっちか出るみたいな、そういう可能性ってのも十分あるとしたら、占いがまあ、運ゲーだったら、まあ、超必中状態という、まあ、そのね、運ゲーじゃなくなるとか、まあ、二つ同時に、その二つの能力を、まあ、両方とも使うことができるみたいな、まあ、そういうの必殺技だったらありそうかなと。まあ、具体的に言うと、やっぱ、マーニャのドラゴラムとめちゃくちゃ似た感じで、まあ、運命のあのタロット使うことによって、なんか、まあ、占いを、まあ、必中にすることができるみたいな、そういう感じになりそうな感じはするかな。まあ、あとは、まあ、文字通りですね、その、反射負荷の必中ダメージみたいな。まあ、そういう運命っていうね、言葉もあるから、まあ、そういう攻撃もあり得るかなと。で、しかも、まあ、基本特性の可能性とかも、まあ、十分あり得そうな、まあ、なんかね、運命の輪に関しては何でもありそうな感じはしますけど、個人的にはちょっと必殺技の感じが少ししているな、という感じですかね。で、力のタロットは、まあ、どう考えてもバフですよね。どう見てもバフ、これがバフじゃないっていうのはないでしょ、みたいな。ねえ、まあ普通に考えたら、まあ二つ、例えば能力あるとしたら、攻撃力を上げると、賢さを上げるとか、そういう風な感じになっていきそうですよね。はい。まあその上げ方とか上がり方によっては、少年テリーとかを超える可能性ってのも十二分にあるかなと。まあ大体その1点、その、周年程度、要するに半年に一度ですね、ぶっ壊れキャラというか、まあ、ぶっ壊れ補助タイプってのがそれぞれしているので、まあ、ミネアがその可能性ってのもあり得るので、ね、はい。まあ、そうだった場合だと、少年的に超える可能性ってのもあり得ますね。はい。まあ、力のタロットはマジで、まあ、楽しみかなっていう風には思っておりますね。はい。で、まあ、悪魔のタロット、まあ、これは攻撃でしょっていう。はい。意味は確か、何やったっけ、正位置で多分、憤怒とか、まあ、怒りとか、なんかそんな感じだったような気がしますね。はい。で、まあ、まあ、攻撃じゃねっていう風には思いますね。まあ、イメージ、なんか、ドルマ系の、なんか、高範囲、高射程で、しかも、攻撃力の、なんか、の大義なのかな、まあ、呪文の可能性もあるかな、まあ、呪文か大義かわかんないですけど、の、まあ、攻撃の予感がプンプンしますね。はい。で、まあ、丸1と丸2とかで、なんか、射程が違う、まあ、威力が違う、なんだろうな、わかんないけど、うん、っていうのは十分あり得るかなっていうふうには思いますね。はい。楽しそう。三つ目が愚者のタロットですね。まあ、これはデバフの可能性が高いかなと。はい。まあ、正位置で天才とか自由とか、まあ、意外と。まあ、逆位置でタンパクかな。はい。っていう感じなんだろうけど。うん。まあまあ、ライバルズでもデバフだったし、まあ、愚者のタロット引いてデバフっていう可能性は十分高いですかね。まあ、これもなんか位置がある程度決まってて、まあ、攻撃力デバフと、みたいな、なんか、
か、まあ、賢さデバフ、マラヤシビルクとかかな。まあ、素早さデバフ。まあ、ここら辺を、なんかまあ、選べるというか、っていう状態にはなりそうかな。まあ、すごい強そうというか、まあ、バフ、デバフ、攻撃、あたりはできそうっすよね。はい。で、最後、まあ、月のタロットっていうのが、ですね、戦地だと幻惑と洗脳ということで、なんか、まあ、状態異常ですね。はい。まあ、簡単に言うと、魅了か混乱かに、かけそうな感じはしますよね。はい。で逆に、まあ、逆位置とかだったら、まあ、徐々に好転とかなんで、まあ、回復とか、でもありそうな感じがする。まあ、太陽のタロットが回復っぽいんですけどね。うん、まあ、太陽来ないんで多分。って考えたら、まあ、わかんないね。はい。まあ、なんで、ね、正位置と逆位置が、まあ、採用されてたら、なんか、うん、こっち、まあ、回復しつつ、みたいな。うん、まあ、ゲームはかけるとかっていう感じかな。まあ、あとは範囲で、なんかこう、あって、なんか味方だったら回復で、みたいな敵だったらゲーム枠とか、それだったら一番使いやすいんだけど。まあ、どうなんだろうね、っていうのはありますね。はい。まあ、ミネアに関しては、まあ、タロットを使うことは、まあ、ほぼ確定で、その、正位置と逆位置っていう、まあね、まあ、タロット使うなら、そのタロット使うだけじゃなくて、まあ、少なくともここら辺は、まあ、普通に考えたら再現してほしいような、そういう感じはしますよね。はい。まあまあ、やっぱタロットを使うような作品だったら、大体ここら辺意識して書かれているようなイメージがありますので、まあ、正位置か逆位置かによって、効果が変わると。まあ、要するに運ゲーで、まあ、効果が変わるっていう、まあ、そういう可能性だったり、まあ、あとは、その、味方に、その、範囲内に味方が入ってるところで、敵が入ってるところとかっていうのも、まあ、十二分にありそうかなっていうふうには思いますね。はい。で、まあ、運ゲーの可能性っていうのも、その、射程さえ一緒にしとけば、要するに悪魔でドルマ系になるか、余計にするか、まあ、運ゲーとかっていう、まあ、メラとかの運ゲーかな。メラにするか、ドルマにするか、運ゲーみたいなしといて、でまあ運命のは使った後のなんか3ターンぐらいはなんかメラドルマ両方の大ダメージ与えられるとか、まあそれだとなんかマーニャとのまあ対にもなってそうだし、まあ面白そうかなっていう風には思いますよね。はい。うん、でまあ普通になんだっけ、デスピサローとかでも使えそうな感じはするっていう状態なかなっていう風には思います。また地形とかまあそこあたりもデスピのこと考えたらなしじゃなさそうな感じはしますけれども、まあなんだ、息反射とか体反射とかはなんかなさそうな感じですよね、タロットってなってくると。うん、もちろんその力のタロットで全体になんか大義反射覚えるとか一気反射覚えるとか最強なのだったらあれですけど、まあまあそこら辺は明日になるとわかるのかなっていう感じですかね。まあただ今見るとまあタロットでそれぞれに5つですね、まあ能力があるってのはほぼ確定で、まあライバルズでもやっぱ運命の輪だけ特別扱いされてましたから、まあこのミナタクトロでもまあそんな感じなんじゃないかなってなんとなく思ってるっていう状態ですね。まあ皆さんはこれそれぞれなんかどういう効果がついてそうかね。まあなんとなく明らかになってるんで、なんとなく見えるんじゃないかなっていうふうには思いますね。はい。で、あとは、まあ一応バルザックとですね、そしてバルザックビーストがですね、まあ出るよという告知がありましたと。で、これ、1月6日に来るので、ですね、多分今日の、まあ6時ですかね、18時にですね、どういう性能かみたいなの、バルザックか、まあ多分バルザックだと思うんですけど、まあ両方あるかもしれないけど、はい、バルザックの性能解説があって、で、明日、ですね、明日の18時におそらくミネアの特徴があると思うので、まあそういうのが見たい方はぜひ、高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。